どうも、枝豆です。今回は、ミスターアンドロイドのビートランドラウンド2が出たということで、こちらの動画のキティアポポイント解説していこうと思います。で、こちらのバトルは、バーサスカジなんですよね。いやー、本当にね、どっちが勝つのか読めないね。ということで、解説参ります。レッツラック。やばすぎ。ミスターアンドロイドって本当にこういうやばい雰囲気を作るのがうまいんだよね。その時点で結構バグなんだけどさ、本当にありえないぐらい最近のミスターアンドロイドうまいんですけど、なんかこう俺もさ、この伝えたいのよ、このミスターアンドロイドのこの雰囲気のやばさっていうの。もう分かる人には多分伝わってると思うんだけど、なんかこれができるビートボクサーってマジであんまりいなくて、なんかそれこそゼッカとかさ、なんかもうそのレベルになっちゃうわけよ、こういうことできるのって。でさ、まあみんなも知ってる通り、ビートランドってこのラウンドはね、音を重ねることっていうのが許可されてるから、どういうものを作ってくるんだろうね。やばいね。やっぱ好きすぎるな、このビート。これ何の大会参加してたんだ、ミスターアンドロイド。これまだ半分でしょ。うわー、怖っ。やっぱ。お前グルーヴないなーからのこのさ、もう激ヤバグルーヴだし、落とし方もめちゃめちゃうまいしさ、ベースの使い方本当にうまいよね、この人。途中のベースの入りとかマジやばかったもん。ビートボクサーの脳内ってすごいんだなっていう風に思うよね。もうカジもミスターアンドロイドもそうだけど、基本的にソロでビートボクサーやってるわけじゃん。で、その人たちがこういう音楽を作りたいんだけど、一つの口でできるのってここまでが限界だよなっていう風に考えて考えて作ってるのが、今回はさ、自由に作ってください。あなたの想像力全部使っていいのでっていう感じになるわけやん。そうなるとさ、やっぱり当然ながらやばいものができるんだよね。カジの時にも言ったと思うんだけど、センスが溢れてる。やばい。
これどうやって決めんの勝敗。もちろんね、ミスターアンドロイドはめちゃめちゃ好きよ。めちゃめちゃ好きだし、好みでもあるんだけど、これどうやって勝敗つけんだろうね。そっか、ベテランだってあれか、ファン投票なのか。いや、楽しみだね。どういう結果になるんだろう。はい、ということで、ほぼリアクション動画みたいになってしまいましたけども、ミスターアンドロイドの激ヤバポイント解説動画でございました。